Amazon 1万円ギフト券剥がします。おはようございます。今日は学会の日だ。行く前にまずは朝ごはん食べます。朝ごはんはホテルのバイキングです。普段は朝ごはんあまり食べないから念のため今日は軽食にします。学会を参加中にお腹を壊したら、おう、この靴そこで買って30万円だ。服と似合うね。この日のため3ヶ月前から準備している。全国の皮膚科の先生が集まってきました。遅めに来た先生はもうここまで並んでますよ。今日の服装です。院長から硬いよ、新入社員みたいと怒られた。一旦ここで休憩します。京王プラザホテル最上層。残念残念、入れないですね。3階に戻ってきました。今回学会の内容は間接で言うと毛髪関連の話です。いわゆる最先端毛髪学会。赤色による育毛の研究、その成果はみんなに共有します。そもそもなぜ脱毛するのか。頭皮毛髪にマイクロバイオシスをつくと炎症細胞が生じます。それで脱毛しちゃいます。これは炎症脱毛という。抗生剤を投与することで炎症を抑えるらしい。もう一つは生成性 A 半根性脱毛症、患部はツルツルタイプです。これはアフリカの女性が多いらしい。頭の髪の毛は実はまつげの眉毛に植毛できます。時期なので排除しないです。ただし植毛した頭髪はまつげと眉毛より早く伸びます。頭髪伸びるスピードは1ヶ月間は10ミリあります。だから美容室に行くときに基本的は1センチカットしてくださいという人が多い。1ヶ月間1センチ伸びるのは根拠ですね。眉毛とまつ毛は1ヶ月間はだいたい3から4ミリです。あ、これはね、誰か靴捨てました。今日の学会は無事に終わりました。参加した人に記念品あります。中身は Amazon のギフト券です。1万円です。早速登録します。まさかスキャンもできますね。あっという間に登録できました。